こんにちは、ソッックニッターのまゆみです今日は編み物ラジオをしていきたいと思います。このハンカチを編みながら一緒に編んでいきましょう。えーと今日はちょっと美容室に行ってきました。美容室で髪を染める専門のところに行ってきたんですがもうその話をちょっと聞いてほしくて <laughs> ちょっと台本も何も作らずに。 でその美容室でこのハンカチを編ませて編んでもいいですかって言ったら「いいですよ」って言ったので、えー、と編ませていただきました。で別にその髪を染めるものもこう落ちるわけでもなく安全に編むことができたんですがなんと朝急いでいたため外側からこう出したのでこれを落とさないように なんかガウンみたいのかけるじゃないですかそれの上でこう転がさないようにするのが大変でしたいや今日は朝からいろいろあったんですよ <laughs> えっと今朝9時一番の予約にし,しててで1時間ぐらいかかるところなのに何を勘違いしたか朝7時に出たんですね2時間前に間違って出てしまってはあって思って そしたらもう少し靴下編んで編めたのにでも間に合わないと思ったから急いでこの針とこの,あのハンカチ編む予定だったのでこれを持ってあこれはですね何という糸かというとあまたピントが合わないセリアさんのシルクミックスという毛糸でうーんちょっと割れやすいので難しいかなとは思います。4号で、えっと 27目で。10センチなので20センチかける20センチを作りたかったんですが、54あ60目作っています。そしたら22センチになってしまいました。やっぱりそうですよね。20目で作りたかったんですけどね。そう。それで朝1時間早く出ちゃって早く着いて。でも感動したのはえっ、ー、とイオンが空いててで、そこでいつもコーヒーを1キロのやつを買うんですが。 そんなのを買いながら時間を潰してそしてこのこれを持ってってたので車の中でずっと編みながらそして皆さんからのコメントとかを「ああ朝早く履いてる」なんて思いながら返ししながら過ごしていましたまず朝からもう同時だったんですよで染めてもらってる間も「あ私も編み物するんですよ」とかってちらっとあの髪を染めてくださる美容師さんがお話しされててで やんなきゃなんないことあるけど先にこっちやっちゃうんですよねとかって言ってました。わかると思いながら。で、あまりこう、実は人見知りで美容師さんともあんまり喋んないんですが、その、髪染め専門だとあんまり喋んないんですよね、最近ね。まあこ、最近の事情ってのもあると思うんですけど。なので、前は、えっ、ー、と、雑誌ばっかりに目を落としてたんですが、今日は、 雑誌もなくタブレットも多く置いてるようなお店じゃなかったのでこのハンカチを編みながら過ごしましたあで1時間半ぐらいでこれぐらいまで進んだのでなんか大きくなってるなそしてその後自分で髪を乾かすんですねシャンプーしてもらった後に乾かす時に肩にこうタオルを巻いてもらってこうダッカルピンでこうピッてこう止めてもらっててで ありがとうございましたって言って私が一番最初に入ったので一番最初に出たんですねで出る時にちょっとなんかお客さんがこっち見てる気がしたんですけどでその後そのまままっすぐセリアさんに行ったんですねそしたらなんと肩にそのタオルをつけてダッカルピンつけたまんまだったんですすごい恥ずかしい <laughs> なのでえっ、ー、ともうどれだっけあこの毛糸だ セリアさんのこのネップコットンというのをかごに入れてたんですがこそれを元に戻してえっ、ー、と急いでその美容室に戻って「あ」って入ったら「すみませんでした」とかって言ったんですけどもう美容師さん2人とも忙しくてなんかこっちにも出てこなかったのでこそっとあのタオルとピンを戻してきました。他のお客さんは気がいいてたかと思います すっごい恥ずかしい <laughs> わあ今日はもうドジな日だったんだなーって思って極めつけはその後ダイソーさんにも行ったんですねでいやダイソーさんにはあれがありました、うん、とメランジテイストなんかアイボリーがちょっとメロン色っぽくてとかあとやっぱりネイビーとかを買いそうになったんですけど何を作るって決めてないのに買っちゃダメだと思って。 触るだけ触ってであっここに持ってくるの忘れちゃったとじ針ずっと行方不明中だったのでせっかくいいとじ針だったんですけどなくしちゃったのでついに100均で買ってしまいました。でとか毛糸を買ってたんですね。毛糸を買ってこう並んで、 会計をししようとしてたら私の次のお客さんが「一つ残ってますよ」って店員さんに結構大きい声で言ってくださっそ私もびっくりしたんですけどでとじ針を会計してもらってなくてでお金を払うところだったんですね私も何個買ったか数えてればいいんですよね私もね。であっって思って思 でもおよかった私多分家に帰るまで気が付かなかったと思うんですよね家に帰ってあれトジュバリ買った気がするんだけど車のに落としたかなとか見に行きそうな感じがしますいやーなのでそのお客さんに「ありがとうございます」って言ってしまいました顔を見てちょっとその方もびっくりされたかもしれませんいやー今日はもうドジな日でしたでもこの話すごいしたかったので帰ってきて速攻を取っています なんか友達気分でこう隣で <laughs> 編んでる気分でこんな感じのアングルにして今日はちょっといつもよりマイクは近いので声が大きかったらいつも2倍にしてるんですけどちょっと声大きいですよねちょっと今日は2倍にしないでおこうかなそしていろんな買った毛糸の話とかあとえっと今の時点で今1時9分なんですけど日曜日の1時9分の時点で。 毛系,系統を右に置く派左に置く派正面に置く派の、えー、と表を取りたいと思います、えー、と右,に行くあ右に置く派は、えー、と3人でしたで左に置く派は、えー、と左に置くのと正面に置くっていうのも2つ合わせたりあと、えー、アメリカ式が右でフランス式が左っていう方も全部1票として数えました左は9票でした で正面に置く編み込みの時とかはこたつの時とかだったかな3票でした。ということで左が多かったんですがもしかしたらフランス式の時は左に置いてあって左からこう来ますもんね。で今えっ、ー、とかのこ編みをしてるので表裏表裏してるのでえっ、ー、と右にあアメリカ式で編んでるので右に置いた方がいいのかななんて いう結論に至りました。どっちって決まってないみたいですね。まあでも絡まないように何でしたっけ？3本三本で編むときには左右に分けていますという方がい,いらっしゃって、3本で編むってすごいですね。でそういうときって例えば同時編みのときは右と左に分けたら絡まないのかななんて思ったりもします。前えっと。 ここの部屋の端っこにポーンって置いて左にもポーンって置いてでこう近づいてきたらもう一回投げるっていういや綺麗に掃除しないと駄目ですけどねでそんなのをしてみたりあとビニールビニール巾着に入れてるって方もいらっしゃいましたねあとなんかトートバッグのワン,ワンショルダーのバッグでここにこう入れて編むっていうなんかモバイル編みみたいな袋とかありますよね。 それも多分布とかよりビニールとかの方が滑りもいいしホコリとかも入んなくていいのかななんかエコバッグみたいなちっちゃいやつがいいのかななんて思ったりもしました。ありがとうございます。今度からちょっとフランス式の時に左に置いてやってみようかなと思っています。あと同時編み左右に分けるとかね。で、えー、っと、今日の戦利品は ネップコットン100%おピント合うかもえっとあコットンが100%ですネップが入っててあー映るかなごめんなさいインカメうんネップが見えますかね水色なんですけど基本黄色み水色がポツポツネップが入っていますえー、っと 20g で 60m です うん、これでどれくらい編めるのかやってみたいハンカチを編もうと思っていますでもここにね、まんまるがま口とか書いてんですよがま口私一回だけチャレンジしたんですがここに入れれないんですよね口のとこにセリアさんとかもこ太郎さんすごいいっぱい可愛いの作ってていつも作りたいなと思うんですけどちょっと難しいですねこれでハンカチを編もうと思っていますいや、ハンカチ編んだやつも 今何個だろう ?3 個ぐらいしかなくていっぱい編んだのにどんどんなくすんですよね。もうひどいですよね。だからミニマリストになったんですよ。えっと、ポッケに入れたまま洗濯してっていうのもあるけど、でもどう考えても洗濯機にあるはずなんですけど、どんどんなくなるんですよ。だから、鬼滅の刃の,あのハンカチ2つとももうなくしちゃいました。ショック。どこに置いて歩いてるんだろうもう。と、 これがセリアさんですあとこれだきなきなりこのポコポコのあこ、こうかきなきなりあれ、右左逆に映ってません大丈夫ですかこれはインカメだからかで、プクプクしてんですよで、この色も好きだしあんまり白いものって汚れが目立つから好きじゃないんだけどでも うん、これなら汚れてもまたいっぱい編めそうな気がしますこっちは,は 25g で 56m ですあれそうか太さが違うのかでもいっぱい編めそうな気がしますとセリアさんはあったこれだえっ、ー、と「ニューフラワーガーデン」これはもうハズレなしこれでハンカチ編むと絶対可愛い全色編みたいぐらいです去年2色ぐらい使ったかなで えーとそれもなくさずに使っているハンカチのうちの一つです。であとこの入ってる色があー全然見えないかすみませんオレンジとか水色とかピンク、えー、と緑のなんか薄いのがポツポツ入ってるタイプカラーナンバーが26番のものを買ってきましたこれは全然これあれですね 一定してない感じですね。なので何枚編めるか？多分1枚正方形のと私は長方形のが好きなんですね。すぐ乾くので10センチとすぐ編めるしね。<laughs> 10センチと20センチのこう。こういう長方形のを自分用に、あと長方あ、正方形のものをプレゼント用に編みたいと思っています。そしてダイソーさんに。 これダイソーさんだと思うんですけどこんな色が好きなんですよコーンそしてえー、と面が70%で朝が30%朝のハンカチはどんな感じになるのかなっていうのもあって買ってきてしまいましたシェーヌリリアン状の糸太めの剛数で編むと柔らかさが倍増涼しげな印象日よけ用ショールやニットに最適と書いていますえっ、ー、と なんか UV カットのコットンとかがセリアさんにもダイソーさんにも出てましたそれで服とかほら三角ショールとか書いてるんですけど編むようにあるのかなと思いますいやー買っちゃいますよね何がミニマリストねまた増やしちゃったよ <laughs> と思いますなんかこれもハンカチにしますこの色のハンカチならちょっとかっこいい系になりそうな気がしますで これも買わないでおこうと思ったのにこのリネンが入ってリネンインコットンはダイソーさんのンンインコットンです、えー、とこれもなんかネップみたいにピンクとか緑濃い方ですねこれは青とかが入っててもうこれ買ったから買わなくていいじゃないって思ったんですが見たらもう買っちゃいましたね100円だしねって思って絶対ハンカチにするからって。でも 時間が取れるかかどうかそれが問題でですすねでもこの夏ままに絶対編みますそしてこの3つのシリーズは何をするために買ったか想像つきますでしょうかわかるかなマルあこれはダイソーさんのコットン100%マルチカラーヤーンです規則的にこう色が変わると思いますそれとこれですコットンプーリングこれは えっと amazon さんで買いました。うんと。あ、浜中コットンプーリングです。そうです。ブランドプーリングがしたいんです。えー、っとかぎ針編みで編むっていうのもできそうだけど、そうじゃなくて棒針編みで。えー、コットン、うん、ブランドプーリングあのアーガイルのチェック模様を出せるはずなんですよ。なので、ちょっとその謎を解明してですね。 ハンカチを編みたいなと思っていますでえっ、ー、とまず最初にかぎ針編みでやってから棒針編みになるかなでもこれいつになるか分かりませんああ言ってたよなーって <laughs> ちょっといつあれ動画になるんだろうなって頃に出ると思いますので楽しみにお待ちくださいそんな感じで今日もいろいろ買ってきてしまいましたが ほんと久しぶりに出たんですよ。前回の美容室ぶりぐらいに、えー、どんなに家を出ていないかっていうと職場をすっごい近いので1ヶ月に1回しかガソリンを入れないくらい私は家を出かけていません。<laughs> で美容室に行ったぶりくらいがだから30日ぶりくらいに買い物に出かけたんですね。でだから、 なんだろう時間の感覚わかんなくて2時間前に家を出て <laughs> うーんなんかやばいですねそういうのどんどんこう世の中からなんか取り残されてていいのだろうかそしてどんどん人見知りになってしまうしうんという反省もしつつでも昨日の夜かなちょっと夜に決めたことがあって愚痴と悪口と何だっけ 泣き言を言わない方がいいっていう動画を見て感銘を受けて言わないででおこうっって思ったんですね。そしたらあることに気がついて、うん、言わないでおこうと思ったらまあいいことばっかり考えるんですけどまずでも不安になることもあるんですね。でなんで不安になるのかとかあと暇があったら悪いこと考えてた自分もあるし。 これどうしよう、しよ YouTube こうなったらどうしようとか <laughs> そういうなんか悪いこと探しとか暇になったらそういうことしてた自分に気がついてあとあるじゃないですか暇だと口寂しいとお菓子食べちゃうみたいなでそういうのに悪いことを考えたりぐ、うん、愚痴ったりあ、ね、YouTube でも愚痴らせていただいてありがとうございますすっきりしました。なんか、 そういうのに時間使ってるから良くないんだなってだからその口とか泣き言とか悪口を言わない方がいいっていうのはそういう意味だったのかなーなんて思ったりもしたしなんだろう,うんあらゆるところからこう自分が不安になる要素を自分で勝手に探してたところもあったんだなーって思ったし。 そう思っちゃう自分が悪いんじゃなくってとりあえずやり過ごして忘れちゃうって手もありかなーなんて思いながら今日の午前中を過ごしてみました。 うん、言わないでおこうっていうと,言うとちょっと辛いかもしれないけどでも言わなくて気がついたことがあったので、まあ、まだ1日も経ってないんですけどね何日間かいや9日間だったかな言わないでみようと思っていますうん、うん、頑張るんじゃなくてそしたら何が起こるか楽しみにしてみようかなと思っています言わないでできるだろうかなので今日 自分に起きたいろんなドジなことをもうって怒るんじゃなくて愚痴るんじゃなくてちょっと面白がってもうひどいですよねいろんなボケがねいろいろ恥ずかし結構な年なのにさあの美容室からタオルを持ったまま違うお店に入ったんですよ結構恥ずかしかったらそういうのをまあこんな風に笑いに変えて楽しむしかないなっていう。 愚痴れないので <laughs>、という風にちょっとやってみようかなと思っています。続くかどうかは分かりません。とりあえず前に話した美容室でえっ、ー、と編み物ができるかできました。おかげさまで。でもやっぱりうん。編んでもいいか聞くべきだと思うし。えっ、ー、と汚したくないので、編まないでくださいって言われたら諦めるべきだなとは思います。 そそれはそこの美容師さんにお任せしようかなと思っています今日はちょっと雨が降ってて雨の音とかも入ってるかなそんな感じでちょっと編み物の話ほとんどしなかったのですが <laughs> ああとコメント今返せてない状況なのでただ読んだだけなのであれなんですが。 鼻歌好評いただいてありがとうございます。鼻歌うまいうまくない。あるかよくわかんないんですけど、本当はカラオケだとガンガン声出して歌うタイプなんですが。鼻歌だったので全部裏声な感じで歌いました。で、時々あの最後の方にちらっと入れてることがあるかもしれません。結構。 実は何月だったっけ去年の7月くらいとかにあの限定公開で歌ってるやつを出したんですねで姉とかだけに見せるように <laughs> URL を教えたやつもう消えちゃったんですけどねそう結構歌を歌いながらこう編んでいますで実はワンオークロックとかロックが大好きです だからこの編み物とはちょっと似ても似つかない感じかなだけど早い曲とかガンガン大きい声で歌いながら編むと結構調子がいいですよ。でもこのスピードならやっぱりバラードになっちゃうかなこの前みたいな小森歌的な <laughs>。なんて歌の趣味もちょっとこう変わってるっていうかい,いろんなジャンルを聴いてしまうので。 もしリクエストがあれば <laughs> こんなん言ったら迷惑かな <laughs> もうほんとコメント頼りですみませんリクエストがあれば言っていただけたら知ってる歌なら歌いますいや歌のチャンネルじゃないっていうのね <laughs> でもそんなあっちゃこちゃ生きながら好きなことを試すのがこのチャンネルかもしれないのでそんなちょっと変わったものを見るような感じで 時々よ寄っていただけたら聞いていただけたら嬉しいです。ということであれ今日あんまり編み物のこのシーンがなかったかなすみません横向きだったのでなんか隣に座ってる気分で聞いていただけたらなと思ってこんなアングルにもしてみました。ということで今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また明日の朝6時にお会いしましょう。